はい、どうもみなさん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、a u p た y きの大恩返し、ローソンポンター20%還元追加キャンペーン解説や、ローソンアプリで簡単決済方法もということで、今回は AUPEY のキャンペーン情報についてですね、この動画では、AUPEY で絶賛開催中のキャンペーンにローソンが加わったということについて、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。あとですね、ローソンアプリの便利機能についても解説していますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということでね、今回発表されたのがこちら、タヌキの大恩返しポンと上げちゃうということで、ローソン最大20%還元キャンペーンということですね。これ発表された時に、思わずあれを思い出しましたね。こちらのもうすでに終わってるんですけど、ローソン3%還元なんですけども、まあこれがなくなってちょっと寂しかったところではあったんですが、そこで今回ドーンとね、20%還元のキャンペーンが、まあまあ長く開催がされます。で、その詳細なんですけども、期間は2月の23日の火曜日から3月の22日 2日の月曜日の約1ヶ月ぐらいのキャンペーンですねで対象となる店舗なんですけどもローソンだけではなくてローソン 3F ローソンポプラ含むナチュラルローソンローソンストア100ということになっておりますまあ、僕は基本的にローソンしか使わないんですけども他のローソン使われる方はですねこういったところでも使ってもいいと思いますで続きまして還元率なんですけども20%還元ということなんですが まあ、あ au pay あるあるでね、200円ごとにポイントが入るので、今回は200円ごとに40ポイントとなります。で、その中にベースポイントの0.5%を含みます。で、付与されるポイントはポンタポイント。で、付与上限なんですけども、1au id あたり、期間中トータルで3000ポイントとなっております。なので、1回の上限とか特になくて、期間中トータルの3000ポイントとなります。なので、まあ、ま、あベースポイントもあるんですけども、おおよそ1万5000円ちょっとぐらいですかね、使えば上限に到達するかなと思います。ま、あ1ヶ月でローソンで1万5000円も使うかちょっと 難しいところではあるんですけどもとりあえずこの1ヶ月間はポンタを貯めたい方からすれば AUP a 決済がかなりお得なのかなと思います。で次に付与日時なんですけども2021年の4月の上旬までに付与されますで対象となる支払い方法に関しては AUP a のコード支払いのみが対象となりますんでそれ以外の AUP a プリペイドカードとかそういったものは対象外となります。なのでとりあえず AUP a のバーコード、コード支払いが対象ということですねで一応キャンペーン自体は3月 までなんですけども、もし2月にこのキャンペーンを利用するなら、ぜひですね、組み合わせて使った方がいいかなというキャンペーンがありまして、それがこちらなんですけども、AUPAY ローソン銀行のキャンペーンということで、まあ、ちょっと前にね、僕も動画で紹介したことがあるんですけども、ローソン銀行 ATM で AUPAY 残高にチャージをしたら、最大で3000ポンタポイントがもらえるキャンペーンというのが、2月の28日まで開催中でございます。で、このキャンペーン自体は、そのチャージ額に対して5%相当のポン ポイントが加算されるのでまあ、上限マックスまで行くと6万円分チャージしたら一応3000ポイントポイントに到達するんですけどもそれの場合はちょっとね負担が大きいのでとりあえず少額でまあコンビニだったらそんなに大きな金額使わないかなっていう風に思うのでまぁ、あ、に3000ぐらいであればそれぐらいチャージをして使うだけでも5%分がしっかりと付与されるのでまあ、計画的に使うぐらいがちょうどいいかなと思います一応ですね過去に僕もこちらの動画で紹介をしておりますのでちょっと詳細気になる方はですね見ていただければある程度のイメージ がつくのかなと思いますで、先ほどタイトルでも少しお伝えしてました、ローソンアプリの便利機能ということなんですが、それがどういったことかと言いますと、これですね、キャンペーンページにもちょっと載ってたんですが、ローソンアプリから aupay のコード支払いが使えるようになりましたということですね。 まあこれちょっと前ぐらいから使えてたみたいだったんですけども、僕は今回このタイミングでちょっと設定をしてみました。まあ設定することによって、ローソンアプリ一つで完結するみたいですね。例えば、ローソンアプリにあるクーポンであったりとか、引き換え券が使えたりとか、あとはポンタポイントが使ったり貯め、貯めたりとか、で、あとは AUP のコード支払いも利用できるということで、まあ実際にどういった風になるのか見ていただきたいと思うんですけども、まずはこちら、ローソンアプリの画面を開いていただきましたら、ここにですね、右下に設定という項目があるので、ここをタップします。 そうすると、いろんなメニュー画面が出てくる中で、まい、あ、大体真ん中ぐらいに、簡単決済設定というのがありますんで、ここをタップしてください。そしたら、簡単決済設定の画面が出てくるんですけども、今現在僕の設定状況に関しては未設定となってますんで、早速今回はですね、設定解除という項目に、au ペンの設定というところがあるので、ここをタップします。そしたらですね、ご自身の auid でログインする画面というのが出てきますんで、ここでご自身の auid の、まあ、電話番号であったりとか、メールアドレス、id、こういったのを入力して、パスワードも入力 入力して次の画面に進んでくださいそして無事にログインができましたらこのような画面で AUID でログインしましたという画面が出れば OK ですで確認できましたら OK をタップしてくださいそしたらですねご覧のようにここにですね設定済みという風に切り替わりますこれができれば OK ですで早速ですねどんな状況になっているのか見ていただきたいんですがまたローソンアプリのトップページに戻っていただくと ここの真ん中のところですね、ポンタのお腹あたりぐらいですかね。ここをタップしたら、画面が切り替わりまして、まあ、いつもね、クーポンとか入ってる画面だと思うんですけども、ここに右下に、aupe の簡単決済という項目が新しくできております。あ、ちなみにですね、ローソン利用するときに、基本的にコーヒー買う方はですね、コーヒーの20円割引のクーポンがあるんで、もしコーヒー購入するときは、絶対アプリを通した方がお得です。 早速で,ですね、aupay 簡単決済をタップしていただくと、まあ僕は iPhone XS なので Face ID 使いますかと出るので、これはどっちでも OK です。そしたら aupay 残高のチャージっていう画面が出てくるので、もう僕はね、すでにチャージをしてるので、かなりの額を。バツ閉じでタップですね。そうするとですね、ね、aupay で支払うということで、今 aupay の下に、今黒く塗りつぶしてるんですけどここに aupay のバーコードが出てきます。なのでもしね、ローソンアプリから決済する場合は、ポイントカードを提示して、そのついでにクーポンとか提示した後に aupay で簡単 簡単に決済することができるので、まあ、かなりね時間短縮にちょっとつながるのかなと思います。でもし残高が足りない場合はここのその他のチャージというところをタップしたら、これを見るとですねいつもの A U ペイのチャージ画面に切り替わるので、もしああこれはやばいかもというときはですねこの画面からチャージしてみるのもいいと思います。ちなみになんですけどもポイントカードを D ポイントカードに切り替えた場合なんですがこちらも同様にですね真ん中あたりをタップしたらですね画面が切り替わりましてお会計前にもしポイントカードを提示する場合はここの D ポイントカードのところですねタップしたらポイント カードが提示されてで、その後に、この画面上でクーポンとか提示して、その後に、ここの aupay 簡単決済をタップしたら、同様に、ここに真ん中にバーコードが出てくるので、d ポイントカードも、ホンタポイントも同様な作業で、まあ、サクッと簡単に決済ができるということになっております。ここまでお伝えするとね、なんかふとね、つい先日、あの動画でアップさせていただいた、7-11アプリに、paypay が導入されるっていうことと、あと、ファイペイはね、独自の路線をいってるので、決済プラスポイントカードのね、読み込みとかもできた するるのののでででであとクーーーポンもできるので1つのバーコードでまあ、そんなこんなで今回は、ローソンの20%還元キャンペーンが2月の23日からスタートしますよということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあね、ちょっとあの先ほどお伝えしたあの3%還元が終わっていつもローソンで何で決済しようかなって若干迷ってたとこではあったんですけども、まあとりあえずここからの1ヶ月間僕意外とコンビニの中でもローソンは使 使う頻度はまあまあ多い方かなと思うので、しっかりとこのキャンペーンはちょっと上限までいかないと思うんですけども使おうかなというふうに思っております。で、今回お伝えしたこのキャンペーンのリンクに関しましては下の概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいと、いうことで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ま、こちらですね。この間、あの、ツイッターでもつぶやいたんですが、あの、英雄ペイではなくて、ちょっと D 払いなんですけども、今、D 払いとこのサンプル百貨店の20%還元キャンペーンっていうのが、まあ、これも2月の18日からすでにスタートしておりまして、3月の12日まで開催中でございます。まあ、これがね、まあまあお得でございまして、これちょくちょく動画でも言ってるんですが、何がお得かっていうと、これサンプル百貨店の一部の商品をピックアップしております。48本、朝日のウィルキンソンの炭酸ですね。このレモンのフレーバーなんですけども、 500ml が48本入って、 通常であれば4925円なんですけども、お試し費用として税込みとなんと送料込みで3350円なんですよね。なので通常であれば1本あたり102.7円なんですけども、なんとこのサンプル百貨店であれば69.8円ということなので、まあそこからね、さらにこの3350円の20%分のポイントも入るので、まあ実質の金額がかなり低くなったりするんですよね。で、このサンプル百貨店自体は、まあ、かなりね、いろんな商品を取り揃えてるので、まあ僕は結構ね、 ここで、ミックスナッツ塩分が入ってないミックスのナッツであったりとか、ウィルキンソンの炭酸とかをね、ちょくちょく購入することがあったりするので、まあ、ちょっとね、この期間中、サンプル百貨店を利用する場合は、リーバレで決済するのが一番いいのかなというふうに思います。で、一応ですね、こちらのキャンペーンのリンクも概要欄に貼っておきますし、で、もしサンプル百貨店を初めて利用される方であれば、今出ているこちらの招待コードも概要欄に貼っておきます。で、この招待コードを使って登録した場合は、 確かクーポンの期限は決まってたはずなんですけども、500円オフのクーポンももらえたりするので、かなりかなりお得に購入できるのかなと思いますんで、まあぜひですね、サンプル百貨店どんなものか見ていただいて、あ、こういった商品があるんだなと思って、ちょっと気になって登録しようかなっていう方は、こちらの招待コードもしっかりと概要欄に貼ってますんで、気になる方はこちらもチェックしてみてくださいということで、ありがとうございました。